婚だったと聞くな。ええ、王侯貴族の遊びとして人気がありましたね。あの、競馬とは何でしょう。その運命に終止符を打つ。将のもとにメッセージ。いい感じで貫く。我が使命により貴様らを浄化する。我が呼び声に応え、最後バーストーム
コースゴール、我が呼び声に応える。サイド
私の役目はここまでか。立ち止まっている暇はない。拝見いたします。謎解きはお任せを。死の時を生き者よ、逃げよ裁判。新さん希望ご昇覧あれ。もっと手応えがあるかと思ったのですが。お前の剣が必要だ。救済の時間です。救済を進めねばな。死の時を生き者よ、出よ裁判。私にお任せ。来たれ。
クリストフェル。証明する。浄化の時だ。その運命、終止符を打つ。出番は与え。今解き放たん。待っている暇はない。Thank you.
浄化を進めよう。恐れるのだ。今日もする神の雷。向かうのは回復するのだ。私を甘く見るな。その運命は終止符を打つ。勝利を我に捧げよ。お任せください。向かうなら排除するのに。ここはお任せを。我が呼びかけに応じ姿を現れ。マイカ、主命に従うは我が喜び。我が使命により貴様らを浄化する。Thank you.
しかったんだ、クリストファー。ご決めは任せる。これは救済だ。恐れることはない。その運命に終止符を打つ。やっ、これが騎士だの俺の役目だ。私を甘く見るな。この大穴は一体？フェンリルの領域だった場所が
空洞化したのか。つい最近穴が開いたのかもしれないな。この穴の奥からフェンリルの強い気配を感じる。しかしこの穴がどこにつながっているのか。行くぞ。おそらくこの奥にフェンリルが待ち受けている。周囲の空気が変わりましたね。ここがフェンリルの住む地、冥界か。そこら中から異様な気配を感じるな。気をつけて進もう。フェンリルは冥界のどこかに潜んでいるはずだ。行くぞ。我が冥界へようこそ、ヴァルキリー。何を求めてここまで来たんだい。フェンリルよ、教えてくれ。オーディン様は一体何をしようとしているのだ。これは傑作だ。我を頼るというのかい。まあそうだね。我の配下になると誓うなら教えてやってもいいよ。なぜ聞かない。グレイプニル、嫌なことを思い出させてくれるね。我に同じ手が通用すると思っていたのかい。黙ってオーディンを裏切ればいいもの。もういい。ナブリ殺して中身を作り変えてやる。我が使命。
その身に刻め。シン・ニーベル・バレスティ。クラウガイ、裏切り者。うん、恐ろしいね。そやつは初めから我を裏切るつもりだったんだよ。なぜ気づいた。策を練るならもっと慎重にするのだったね。何をした。そやつが裏切った時に備え前から仕掛けを施しておいたんだよ。やめ、ヒルド。私、ヒルド。そやつにもう意志はない。あれ釣り人間だ。バルキリー同士。存分に殺し合うがいい。ヴァルキリー、ヴァルキリーを殺す。コーツゴリラ。Let's go!
けには、ここで倒れるわけにはいかない。クラウガイ、裏切り者！え？歪み。
まだその時ではない。クラウガイ、裏切り者。好都合だ。この身の傷め真偽ニーベルバレッティ死の時を生き物を上に捉えた私の出番だね。この身に刻め真偽ニーベルバレッティ死んだね。あっけない、最後まで役立たずだったね。フェンリル、貴様はここで私が撃つ。そうはショーンのことのメッセージ。
その身に刻め。真偽リーベルンバレスティ。私たちを見くびったのフェンリルよ。貴様の命運もここまでだ。待て、話してやる。お前が死にて待っていたオーディンの真意を。オーディンの言う世界救済とは、この世界を捨てて新たな世界へ移行することだよ。この世界の全てが一度無に帰るんだ。それが世界の救済だと。この世界を救いたいと願うならば、やることは一つ、オーディンを殺せ。分かった。だがもし私がオーディン様に反旗を翻すとして、貴様を生かしておく理由があるのか。この世界の維持には純粋な親族が必要なんだよ。それも今や我とオーディンのみ。共に滅べば世界も滅ぶ。さあ選ぶがいい。お前はその手で何を救うんだい。今の言葉全てが嘘だとは言い切れない。貴様の言う通り、オーディン様は隠し事をなさっている。いいね、賢い子だ。それじゃあ。だがそのにじみ出る悪念、貴様にこの世界を委ねられるとも到底思えない。ほう、だったらお前が世界を支配するとでも言うのかい。私にそのような器はない。だが貴様を倒す力はある。この世界を治める方はオーディン様ただ一人。フェンリルよ、世界の救済のためだ。貴様には消えてもらおう。消えてもらおうだと。バルキリーごときが舐めた口を。この我がここまで骨を折ってやったっていうのに、オーディンに尻尾を振り続けるっていうのかい。どうしてどいつもこいつも。クソクソクソ、みんなまとめて八つ裂きにしてやるよ。何が起こっている。これがフェンリルの本性なのか。さあ泣きわめき、もだえる声を聞かせてみせろ。来るぞ、構えろ。神に逆らう愚か者たちは、やつは指針としての地位を守りたいがためだけに我を封印し、その身に刻め。真偽リーベルンバレスティ。
主賓の座もバルキリーも全てを奪い尽くし奴を絶望に追い込んで名振り殺す権利があるのだ。ナハハ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 、オーディンを殺し我がこの世界を作り直そう。人間は全て我の遊び道具にするのさ。引き裂いて食らって足りなくなったらまた作る。もっともっと痛み苦しむ声を聞かせておくれ。その甘い血を飲ませておくれ。もっと遊ぼうじゃないか、バルキリー。真偽ニーベルバレスティン。憎い。オーディン様、深海を離れてよろしかったのですか。お前のおかげで完全に力を取り戻せた。期待通りの働きをしてくれたな。よくやった。身に余るお言葉です。フェンリルが滅び、最後の障害は取り払われた。さあ、司法を使い、世界の救済をここに始めよう。オーディン様、その前に一つお聞きしたいことがございます。
オーディン様のおっしゃる世界救済とは。フェンリルが話したことは真実だ。しかしそれは私の野望ではなく、主神としての使命、言うなれば世界の定めなのだ。世界の定め？世界の支柱であるユグドラシルには寿命がある。その寿命を尽きるとき、世界は滅び、生まれ変わる。そうして世界はこれまでも幾度となく崩壊と再生を繰り返してきた。この世界は必ず滅びるということなのですか？そうだ。これこそがラグナロク。世界を救うには新しき世界を作るほかはない。そんな。浮かない顔だな、バルキリー。世界は救済されるのだぞ。はい、きっと多くの者が新しき世界を望むでしょう。バルキリー、よせ。本人が決めたことだ。物事には必ず表と裏が存在します。主が信じて決めたことであれば、私たちは従うだけです。より多くの人が救われる道をお選びになったのでしょう。バルキリー様はお優しい方ですから。優しいわけではない。私はただ世界の存続を望むだけだ。全ての司法が揃った。これより世界移行の儀を行う。スキーズ・ブラズニルが起動したのだ。幕引きか。力の限りを尽くしたが、残念だ。バルキリー様、死してなお己の生を振り返れるとは思いませんでした。こんなお別れは残念ですが、あなた様に救っていただいたこと忘れません。主よ、私をお選びいただきありがとうございました。共に過ごした日々は忘れません。あなたのおかげでもう一度生きることができました。このご恩を返すまではと思いましたが、もう時間が。生前の悔いは一かけらも残っていない。それでも共に戦いたいと思うのだから欲深いものだな。エインフェリアとしてあなたの力になれて幸いだ。またどこかで会えるといいな。エインフェリアたちよ。
ここまでよく付き従ってくれた。ありがとう。待っていてくれ。もうすぐ同じ場所へ行く。これで私も。時にヴァルキリーよ、喜ぶがよい。お前の威勲を認め、次の世界へと引き継いでやろう。私だけを。無論だ。ありがとうございます、オーディン様。さあ、ここに世界の救済はなった。いざ新しき世界へ。